北園勝恵、北園勝恵、北園勝恵、1902年、明治35年10月29日から1978年、昭和53年6月6日とは、三重県出身の詩人、写真家、デザイナー、中央大学経済学部卒、本名は橋本健吉、実刑は彫刻家の橋本平八、代表的な詩集に白のアルバム、黒い日などがある。 北園と署名していたことから北園と表記されることが多いがゾノが正しい。ローマ字ではなく、フランス語の署名。周辺からは、ゾノさんと呼ばれていた。エズラパウンドは、北園との往復書館の中で、キットカット、キットカットと呼んだ。1902年、現在の三重県伊勢市浅間町に生まれる。関東大震災の後、大正末期から、 昭和初期にかけて花開いた前衛詩文化の中心で活躍した、いわゆるモダニズム詩人の一人。日本で初めてのシュルレアリスム宣言、上田都夫、を田保津と連名を配布したことから、シュルレアリスムの詩人とされることが多いが、シュルレアリスムからは短期間で離脱し該当する、作品も少量に過ぎない。むしろバウハウスの造形理念を視覚的に享受した影響が大きい。 本質は、顔面な気骨に濃密なロマンティシズムをまとった、明治生まれの文人の典型。1935年に、サロン的な同人、VOU、バブを主催し同盟の機関紙 VOU を発行、以後修正にわたり、主たる、発表の場となる。戦前には俳句を読んだが、関東大震災に理災するまで下宿していたのが、原石邸宅の離れだったという経緯がある。 自身の詩は、序章、和風、実験の三つに分類されると説明しているように、詩の傾向は多岐にわたる。このうち、実験に類する詩群は、言葉の意味よりも、文字の形を重要視したり、一向に一語の詩、レンガ図形を形作る詩など、形状やパターンに、独特の視線を注いで興味深い成果を導いた。代表作、単調な空間、1959。 はこの詩人の美意識が結晶したもので、当時世界を席巻していたコンクリートポエトリーと関連づけることができる日本では数少ない言語詩である。また、諸女詞集、白のアルバム1929に収録されている図形説は、活字だけを用いて描かれた絵画的な作品群でコンクリートポエトリーにおいて全種的な位置を与えられてり、ロシア構成主義の声のために マヤコフスキー、リシツキーと比較されることが多い。1950年代から写真作品を発表し、主観主義写真の流行においては紹介者としての立場を認めることができる。1960年代以降は、室内で生物を造形的にセッティングして撮影する作風に変しながら、やがて写真をしそのものと定義するプラスティックポエムにたどり着く。 1966年に書かれたマニフェストはまず、英語で、ついで、日本語で発表されるが、その背景にはコンクリート及びビジュアルポエトリーの変遷激しい流行から出して、独自のスタンスを確保しようという狙いがあった。試作の一方で、北園勝恵は、グラフィックデザイナーであり、イラストレーターでもあり、編集者でもあった。当初は油彩を描きに花店に入選を果たすなど画材に、 恵まれ、昭和家を通じておびただしい文芸史書に想定化、総画家として関与している、早川ミステリ文庫のエラリークイーンのシリーズ想定などが広く親しまれている。多彩な活動を繰り広げる一方で、常に詩人という肩書きで通した。日本の戦後詩は、戦前のモダニズムを彫刻することから開始されたため、1950年代以降は、批評の前面に、 北園活恵の名前が現れる機会は稀であった。特に生活や社会をテーマにすることを嫌う、この詩人の詩が戦後のリアリズム的主張に重なるはずもなく、没するまで公平な評価の機会は訪れなかった。またいわゆる戦争詩を書いていたことから文学者の戦争責任をめぐる議論に上ることもあるが、この点については、モダニズムに通定する一種の融通性がナショナリズムを、 容易に投下せる、ワームホールになっていた、という一般的な戦争史のメカニズム理解に留意する、必要があるかもしれない。当局による、統制下において、北園勝江が、最も多く書いた詩は、日本の風土光景を主題とする、郷土詩であった。戦後は、デザインの仕事にも恵まれ、建築家やデザイナーに信奉者を多く生み、また施策についても充実した作品を作り続け、 外して多方面に渡りにぎやかな活躍を続けた。1978年6月6日、肺がんのため死去。改名は、勝幸委き院、剣王乱動孤児。没した後、1980年代以降には、アートや写真など、死と無関係な方面から、新しい世代が、発見していく形で評価されじめ、その動きは2002年の北園活営生誕100年イベントを、 経て継続している。多摩美術大学図書館内に、遺品を中心とした、北園活江文庫が設置されている。なお、遺品の中には有名な、机、北園活江が編集していた、木の国や書店の PR 紙が一点も、含まれていなったが、日本近代文学館、東京、駒場の設立時に、北園本人が、所蔵紙をすべて寄贈したためである。 北園活江前詩集が観光されているが、これは、帰還詩集を再録した前、詩集であり、施策を網羅するものではない。また2種類ある、同盟詩集に、同じ原稿を用い、戦争詩を割愛しているなど注意が必要な観光物である。造形詩については、カバンの中の月を、国書観光会などで見ることができる。以下は、没後の観光を、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。